日常を忘れてほっこりのんびりしたい。奈良県吉野町、そこにはスローな旅時間が流れています。おかえりって聞こえてきそうな町、吉野町を訪れます。吉野町といえば春の桜が有名です。吉野町は春だけに限らず、春夏秋冬を通して四季折々の魅力があふれています。吉野町へのアクセスは近鉄特急が便利。東京からは新幹線で京都まで移動、近鉄特急に乗り換えます。近鉄京都駅から橿原神宮前駅で乗り換えて吉野駅まで約90分で到着です。単線ののんびりした旅路もどこか懐かしい気持ちにさせてくれますね。1年を通して吉野町を訪れためぐみさん、四季折々の吉野に触れためぐみさんと一緒に吉野の魅力を見ていきましょう。自然豊かな吉野山は春になると桜で山がピンクに染まります。散歩しているとそっと肌を撫でる風とキラキラとした太陽が気持ちいいですね。さあ、まずは吉野ロープウェイで千本口駅から吉野山駅へ。このロープウェイが開通したのは昭和4年。現存する中で日本最古のロープウェイとして知られています。ここから旅館やお土産物店が並ぶ上り坂の参道が続きます。歩いているだけでも気持ちが良さそうですね。参道を歩いていくと国宝金峰山寺仁王門が見えてきます。仁王門のその先の小高くなった敷地に本堂蔵王堂が建っています。堂々としたその佇まいが多くの人々を魅了し続けてきました。ご本尊は通常はお会いすることはできませんが、その迫力を十分に感じることができそうです。めぐみさん、お腹が減ってきたようですね。やっぱり旅といえばお食事ですね。桜の季節には絶景が楽しめますね。参道には吉野山を一望しながらお食事を楽しめる店がたくさんあります。お待たせいたしました。いいなあ、めぐみさん、彩りが綺麗ですね。ああ、美味しそう。私にも食べさせてくださいよ。吉野には、アユ料理や柿の葉寿司など、たくさんのご当地グルメがありますから、探してみてくださいね。さあさあ、いつまで食べているんですか、めぐみさん。森の力を五感で感じる森林セラピーのスポットへ、木佐の小川にやってきました。音を聞き、香りを感じ、肌で触れて、めでて、味わう。森林セラピーはストレス改善効果があり、人の心を癒すと言われています。めぐみさん、森の力で
癒されたようですね。吉野には魅力的なスポットがたくさんあります。絶景スポット宮滝です。吉野運動公園をはじめ、つぶろ湖では釣り、貸しボートなどアクティビティも充実しています。また伊勢街道など吉野町の街並みに触れるのも楽しみの一つです。吉野は吉野杉が有名です。そのため木材に由来するさまざまな工芸技術が受け継がれています。例えば吉野百年杉の樽作りは全国的に有名です。葛の里では吉野手すき和紙の紙すき体験や自分だけのオリジナルお箸作りなど、さまざまな工房でものづくり体験を楽しむことができます。吉野山、峰の白雪踏み分けて、入りにし人の後ぞ恋しき。静か御前が源義経を思い歌った歌です。静か御前と義経は義経の兄頼朝に追われて吉野へたどり着き、数日を過ごします。その後義経と別れ京へ戻りますが、その途中で捕らえられ鎌倉へ送られるのです。そのゆかりの場所、吉水神社です。文学を感じながら吉野を散歩するのも醍醐味の一つです。吉野は紅葉の名所としても有名です。秋の吉水神社は紅葉で参道が赤く色づきます。吉野山の秋は北千本から順番に色づいていきます。ロープウェイ吉野山駅から出ているバスに乗って北千本口までバスで20分、金峰神社です。金峰神社から下っていく散歩コースがおすすめ。美しい景観を楽しみながら秋の吉野を感じることができます。金峰神社からほど近く、高木山展望台からは吉野連山の眺めも楽しめます。吉野にはヒーリングスポットがまだまだありますよ。龍門の滝です。松尾芭蕉も訪れたと言われています。そして吉野宮滝万葉の道沿いにある高滝も人気の癒しスポットです。吉野町ではさまざまなイベントが催されます。吉野山秋祭り、五穀豊穣を祈り毎年吉野山を挙げて行う盛大な祭りです。布団太鼓が町中を練り歩き、蔵王堂前に集結します。
祭礼とともにたくさんのお供えがまかれ、大変なにぎわいとなります。冬化粧した吉野山は、静か御前と義経も眺めた景色とされています。静寂の美しさが吉野の冬にはあるのです。冬の極寒期に地下水のみを使って生成される吉野くず。この粒子の細かい滑らかな吉野くずの食感がたまらない一品です。冬の吉野の静寂の中でいただくくず料理、あなたもいかがですか？はあ、体の芯からあったまりそうですね。くず湯もいただいてしまいましょう。とろーりとした自然の甘さが特徴の、これまたあったまる冬の吉野の醍醐味です。2月には節分へ、鬼火の祭典が行われます。福は内、鬼も内。全国でも極めて珍しい節分行事です。夜になると悪い鬼たちが町を練り歩き、いたずらをして回ります。鬼歩きと呼ばれています。福は内、福は内、鬼も内、鬼も内。1年を通して楽しめる四季折々の吉野を巡る吉野散歩。次はあなたの番です。意外と近い、ほっこりのんびり旅の吉野町へ散歩しに来てみませんか？